お疲れ様です、えー、今回は音声でメッセージを送ります昨年の今頃は、えー、2014年1月店舗運営基本方針ということで書類をですねお渡しして、えー、店長の判断材料の基軸にしてもらおうかと思いまして、えー、出したと思います。 で2月もです、ね、それに引き続いて2月は全体じゃなくて一部にしたんですけどもすでにこの辺でボリュームが多すぎて3月以降はちょっと出さずに1月2月の、えー、基軸だけをです、ねえーまあ、実行してもらってもだいぶ数字が伸びるかなと思ったんですけどあれからいかがだったでしょうか、えー、で振り返る意味でもですね、えー、今,回今回は音声でお送りしたいと思います書類は出しません、えー、中にはですね、えー、結構こう まあ、えぐるものもあるかと思いますけども虚心に、えー、聞いてください一つずつセクションを分けながらで少なめにお続けします少なめといっても結構多いですからねまず一つが店舗内のプレゼンですね店舗内のプレゼン、えー、春のイメージをこの時期から打ち出していってください、えー、ポップはですね、まあ、軽く明るくっていうテーマですねこういう形で作っていくということです、えー、もうなんかこう楽しいやつをねやっぱポップですから えー、どん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 打ち出していってもらいたいなと思います明るくなるやつをですねで2つ目飾り付けですね、えー、ずっと私これポップとか飾り付けやってきたんですけどもあの是非ですね皆さんでもそのセンスを生かして飾り付けを考えてもらいたいなと思いますクリスマスとかそれからお正月とかね割と簡単な方だったんですけどもそれもうん ちょっとまあなんか今一つ、えー、一人でやっちゃったかなってことになるんでこれからどんどん皆さんでやってもらえばと思います。それから三つ目花ですね。花もですね意識を向けてもらいたいとこなんですよ。えー、まずこれからはもう梅ですよね。もう新年は去年も覚えてると思うんですけど花瓶に梅を刺して で下に紙みたいなのをいて見せたと思うんですけどもあれをあの今携帯電話とかの充電置き場が空いてるところに僕置いたと思うんですけどもあれを参考にしてですね花っていうのにも意識を向けてもらいたいなと思ってたんですけどもまあ1年間花に関しては、まあ、結局僕が1人でやったかなというところです。えー、梅かからららですねそれからもううちょっっとしたらもう節分恵方巻きていう風な キャラクターになってきますそれが済んだら恋とかバレンタインですね。えー、ラブあの女性との、えー、なんですかね恋愛とかをイメージにした店舗内になると思います。もうバレンタインですから。で昨年はなんかパンダとかねあのゆかちゃんにメイドとかやってもらって道端でこういろいろ配ったりしたのを覚えてるでしょうか。あんな感じでですねもうとにかく街を盛り上げるように店舗内を盛り上げるように。 えー、イメージをどんどん作っていきます。それからってバレンタインデーが終わったら桜ですよね。もう花に関してはこうです。もう花まあ、一部花ではないのもあるんですけどもイメージですよね。花、梅を節分恵方巻きにしてそれ濃いバレンタインでイメージにして、まあ、ハートを使いながら最後桜に変わっていく桜の時期というのはもう2月の下旬から3月4月ということですね。で季節の置物4点目は季節の置物です。季節の置物も、えー、まあ何ですかね。 いろいろとやってきたと思うんですけども写真もいっぱい撮ってあげてますけどもどんなでしょうか頭に入ったでしょうかもう店舗も8年目なんでそろそろえ私がね何もしなくてもできるようにと思うんですけどもいかがでしょうかえ店舗内のプレゼンもうポップですね軽く明るくそれから2点目飾り付け飾り付けをどんどんしていってくださいということです3つ目は花ですね花のえイメージもどんどん変えていくとで4つ目が季節の置物をえまあお願いしますということで えー、なんかこれもですね皆さんのスキルにしてもらいたいんですよもう自動的に、あのー、私の方がねやってるじゃなくて勝手にやってるじゃなくてもう皆さんでもう1年間同じことですからね、えー、そのタイミングだけですから多少前後すんの、えー、身につけてほしいなと思いますそれからもうちょっと細かいことなんですけどもポップなんていうのは剥がれても放置とか汚れても放置ではなくってもうすぐにね入ってほしいんですよ あのやっぱりす、えーまあ、すごく寂しいですよね自分が貼ったものが剥がれたまま放置されているとか自分が貼ったもんじゃなくてもちょっと汚れたままであの放置されているっていうのは、うん、非常にまあ寂しいのはお客さんから見ても足元見られちゃうわけですよ。 やる気な,いなってい感じで、えー、やっぱり他の店行ってそういうことねないと思うんですよどんな店でも、えー、コンビニでさえねきちっとやってますから、えー、やっぱもうちょっと自分の店とかには厳しい目を向けてもらいたいなと思いますで、えー、それにですね腐らずにも自分で率先して直すということです自分で率先して直からみんな率先して直すようになりますんでそれは文句言わずにですねみんなやってねえじゃなくてもう自分からやるわけですよ自分ででもなんか1かららまで全部やるぐらいの ことでちょうどいいいと思いますそうしないとやっぱなかなかね人ついてこないですからね。で、店内のプレゼントのは月ごとの季節ごとのテーマを決めて実行してください。もうテーマを決めるわけですよ。えー、先ほども言いましたけどね、もう節分で行くんだとかね、恵方巻きで行くんだとか、バレンタインとか恋とかああいうやつで行くんだとか。えー、もうポップなんての僕、すごく出てると思うんですけども、アニメで行くときはアニメでばーって行きますよね。でもう、マージャンパイをばーっと強く打ち出すときは、マージャンパイばっかり出てます。 でかと思ったら、えー、撮影したですね、モデルさん、えーまあ、高校生とか、二十歳ぐらいの女性のモデルさんを使ったやつで行くときは、そればっかりやってますよね。もうとにかくね、店内を統一したイメージで行くと、メッセージが伝わりやすいのかなと思います。で、あとは貼り物ですね、その貼り物のリズムっていうのは、1年間使うものと、3ヶ月に一度変えるものと、毎月変えるもの、この3つのリズムをやっていくんですよ。 まあ中には1年以上貼ってるものもあったんでこのまま剥がしましたけども1年間ずっと貼るもの っていうのはです、ね、もう普遍的な1年間同じテーマのやつですもうキャッチコピーみたいなものになってきますよねで3ヶ月に一度変えるものっていうのはもう完全に季節ものです春夏秋冬のものですで毎月変えるものっていうのは本当にもっとスピードが速いものですよね、えー、もうおでんとかもうそうでかもしれないですし、まあ、飲食に関わってくるかなと思いますそれから毎月のイベントですねこれ毎月変わりますから毎月変えていってくださいということですまあ以上長くなっちゃったんですけどもうすでに 以上のことは私がですね、あのー、主にずっとやっていましたけど、本当に。店舗のことは店舗でやってほしいなと思います、えー。というのがですね、私も、なんですかね、オープンリッチの初日から店長なわけですよ。で、店長として店舗にいたときっていうのは、私がやらないことを私の上司は全くやってくれませんでした。でなぜなら上司は誰もいなかったからですよ。で、この状況を、 やっぱ重ねてもらいたいたなと思うんですよ、まあ、現在もね私がももううねぶっっっちゃけないいいなと思ててやって欲しいんですよもう私が入った時もどっかのバイトが何も知らないバイトがポンと入ったと思うぐらいでもう私が自動的に作業をするって期待しないでもう背中にですねあの刃を向けてやってほしいなと思いますでなければもうエネルギーはちょっとこのテンポ出ないと思います、えー、特にまあ飾り物とかですねプレゼントとかですねやっぱもう店も見た目が一番ですから あの見た目にもっともっと厳しくなった方がいいと思います店舗全体のデザインとかレイアウトとか不要品とかあの使いやすいか通りやすいかってところですね何々安い何々にくいっていうのがすごくいいキーワードになるんであの週に1回は全ての椅子に座ってみるとかねこういうことが求められてますねえ私は実際座ってますであの何ですかね匂いのシュッシュってやつもね全席にやってます未だにですや行く日は必ずこれやってますね そういういことで全ての席に座るる人を想像すすわけなんですよで全ての刺さってる灰皿を見て水の量を見るわけですよやっぱりずっと繁盛してなかったら水が蒸発して空になってますからねでライターがちゃんとあそこの入れ歯に入ってるかどうかっていうのもちゃんと見ますこれ40席全部です10択あったら40席全部ですそれをしないとやっぱりお客さんのこと見えてこないですよ 来たってない時にお客さんをどう捉えてるかどう想像してるかどう受け入れる準備をしてるかってことが、えー、お客さんを迎えるってことになるんですねまさに「いらっしゃいませ」って言葉にそこで全部入ってます。